まあ、本当にこのお話を引き受けした時にはまさか翌日が証人喚問になるとは思ってもいなかったし、ここまで財務省がひどいことをしているのかということもその時点では分かってなかったわけですね。何を根拠にどうやって決めたのか、それを書き換え放題、書き換えじゃないですね、改ざんですよね。書き換えっていうのはこれこう書いてあったやつを在京100人委員会って書いてあったのを在京5人委員会とか書けば書き換えですよ。だけどあんな風に安倍昭恵さんのこととか政治家のこととかを全部取っちゃってるわけですから書き換えてないですよ。改ざんって言うんですよ、そんなの。全部ここにあったものをなかったことに、前川さんの名文句ですよね、あったものをなかったことにはできない。でもあったことをなかったことにしちゃったわけですよ。でそのなかったことにする挙句の中でその近畿財務局のノンキャリアの職員の人が自ら命を絶つ、あるいは財務省の理財局の本省のキャリアの人も一人命を絶ってますよね。まあ、これはその財務局の方のような理由ではないのかもしれない。もうこれは皆さんが霞が関の役所は信用できないっていうふうに 思われても仕方がない。で霞が関がやってるっていうことは京都府庁でもやってるかもしれないなとか京都市役所でもやってるかもしれないなと思われても仕方がないっていうことは、全国の国家公務員、地方公務員どれぐらいいますかね、全員の辛い腰なんですよ。全員が信用をなくしてしまってるわけです。公務員を信用しなくなったらどうします、この社会の秩序っていうのはどうなっちゃいます。公務員が信用できなかったら一体何なんだよっていう話じゃないですか。ということはもう国が壊れちゃう、社会が壊れちゃうんですよ。いやもう本当にその瀬戸際まで来てるっていうことを自覚しなきゃいけないです。それからね、すぐ二言目にはね、政治家は選挙で選ばれてるけど役人は そんなもん選ばれてないじゃないかって言われますけどね、憲法15条2項っていうからには1項があるんで1項を読んでもらわなきゃいけないですけれども、公務員を 選定選任および罷免するのは国民固有の権利であるって書いてあるんですよ。だからまあもちろん選挙はそれによって国会議員になれたりただの人になっちゃったりするからそうなんだけど、実は我々のような公務員でも国民が選んでるんですよ。選んだ覚えがないとおっしゃるかもしれないけど、寺脇や前川を選んだわけじゃないよと言ってます。確かに寺脇とか前川とか書いて入れたわけじゃないですよ。だけではないけれども、公務員というのは法律に基づいて任用試験を受けて、その試験に合格した人しかなれないようになってる。その法律は国民が選んだ国会議員が決めた法律なわけですから、法に基づいて選ばれてるんですよ。橋本徹さんが言い出したんで、あれでみんなそういうふうに思っちゃったんですね。橋本さんが、俺は選挙で選ばれた府知事だ、府の職員っていうのは選挙でなんか選ばれてないんだから、こいつらはなんか適当になっちゃってるだけだ、だからこいつらはどうでもいいんだみたいなことを言ったら、パチ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 って大阪府民が大喝采したとこから始まってこの低たらく、だからこれ10年前ですよね、橋本さんが出てきたのは。この10年で、最初は大阪だけかなと思ってたことがもう中央政府までそういうことになっちゃってるっていうのが今の問題ですよ。森友学園だってあれ、橋本さんが学校は誰でも作れるようにしろって言ったから森友ができるようになったんですよ。根っこは橋本さんですよ。橋本さんが規制緩和だで、学校っていうのを規制の今までやってた学校、橋本さんは公立学校を全く信用してない、教育委員会のことはクソ教育委員会って言いましたよね、教育委員会も信用してない、公立学校も信用してない、こいつら全部ダメだ公務員だで、私立学校も今までのやつだけじゃダメだと。なので今まで例えば森友学園は橋本さんが出てくる前だったら小学校を作るなんていうことは不可能だったんですよ。小学校を作るっていう申請はできなかったんです。大阪府の規定では小学校を作ることができるのは、学校を経営している学校法人というルールになってる。つまり大学を持ってるところが、立命館なんかが小学校を作ったでしょ、だから立命館という大学を持ってるところが小学校も作りましょう、ああならいいよね、あるいは高校を持ってるところがやりましょう、これもいい、
中学校を持ってるとこがやりましょう、それもいい。だから小学校を持ってるとこがもう一つ作りましょう、これもいいんだけど、森友は幼稚園と保育所しか持ってないのでそれはダメだったんですよ。でもそれをまず橋本さんが規制緩和だって言ってやって、そして今の松井知事もなんか知らん顔してますけれども、随分森友学園側に配慮して、まあ最終的に学校ができなかったからあっちの話は里闇になってますけど、もうほんとギリギリ危ないですよ。去年の今頃私毎日テレビに出て森友学園のことをやってましたけどね、もう瀬戸際ですよ。あの3月10日に籠池さんが取り下げるって言わなければ、でその前にマスコミが暴かなければ、もう森友学園は小学校を作っていて、みずほの国記念小学校とかいうのがもう2年目を丸できて丸1年経って、教育直後の暗唱かなんかしてるとこですよ。そういう危ないとこまで行ってた。あれもだから松井知事があの忖度して、大阪府の私学科の人たちが一生懸命なんとかこれを通さなきゃといけない、まあ、明らかにものすごく通すための努力をしてる。だって大阪府の私学審議会の議事録見たり、私学審議会の委員の人に取材されてるのを見たら、誰一人としてこれはいい学校で作るべきだって言った人はいなかったんですよ。いなかったんだけど、なんとかなりませんか、なんとかなりませんかっていうふうに事務方が大阪府の職員が言うから、まあそこまで言うんだったらまあいいかみたいなことを、まあいいかっていう方も言う方だとは思いますが、そういうことになっちゃう。それはもう完全に松井知事を忖度して、やってる話なんですよね。でそんなことがだから大阪発で日本中をもう蝕むような状態になってきて、しまっていて。